ぶりに日常の光景を取り戻した地下鉄南北線の麻布駅。すごい良かったなって安心しました。昨日とかはずっと歩いたり長蛇の列に並んだりしたので大変助かりますね。しかし北三十四条駅は現在も通過する形での運行が続いている。北三十四条駅はこのまま通過となります。大体バスは5分から10分間隔で来ているんですが、毎回30人ほどが列を作っています。北三十四条駅の利用客のため麻布駅と北二十四条駅の間で今日も運行している代替バス。結構地下鉄に依存してるとこあったなっていうのがあったんで、いやこんなにも頼ってたかっていう感じです。北三十四条駅の隣北二十四条駅、雪が降り積もる中バスを待たずに一駅分歩いてくる人の姿も。歯医者行くのでね、今日に限ってね、この寒いのにね、うん、冬道ですから10分以上かかるわね、あそこ34条からですからね。北34条駅の上下線のホームを結ぶ連絡通路。札幌市内の地下鉄では地下にあるすべての駅で流れ出る地下水をポンプで排出しているが、おととい急に水量が増えたという。おととい3メートル近くある連絡通路の天井付近まで水が達していた。現在もおよそ20センチの水位がある。なぜ急激に水が増えたのか、その理由の一つに地盤の悪さが考えられると専門家は指摘する。まあ、周りの地盤は、まあ、砂の地盤の中に作られているということだと思います。これは札幌市が作成した液状化の危険度を示した防災マップ。北三十四条駅周辺は赤色の危険度が高い場所となっている。2年前の胆振東部地震、北三十四条駅の周辺では液状化が発生し道路脇から水があふれ出ていた。液状化しやすい場所では地震によって地下の水の流れが変化しやすいという。ちょっとした地震だけど、まあ、揺さぶられて、それで地下水の流れが変わったり、まあ、何らかの影響があって、まあ、あの北三十四条駅の近くにたまたまこうどんどん水が集まってきたんじゃないかなと。防災マップを見てみると、今回浸水した北三十四条駅以外にも南北線の麻布駅、そして東方線の元町駅も赤く表示されたエリアに駅が存在している。この2つの駅に浸水の恐れはないのか。札幌市交通局によると、胆振東部地震前後で駅構内に水が出てくる量について、元町駅については変化はなし、麻布駅については若干量が増えたとのことだが、今のところ浸水の心配はないという。北三十四条駅では今も水の噴出は続いていて、復旧の見込みは立っていない。できるだけ早くもちろん治ってほしいですけど、まあどうにもならない部分とかもあるとは思うんで、まあできる限り早く治ればなぐらいの気持ちですね。